そのためにはあの若者たちに死んでくれと、一流の詐欺師のように体のいい方便を並べなくてはならない。私が先頭を走らなければ誰も続く者はいないだろう。そして私は真っ先に死ぬ。地下室に何があるのか知ることもなくな。は？俺はこのまま地下室に行きたい。俺が今までやってこれたのもいつかこんな日が来ると思ってたからだ。いつか答え合わせができるはずだと。何度も死んだ方がマシだと思った。それでも父との夢が頭にちらつくんだ。そして今手を伸ばせば届くところに答えがある。すぐそこにあるんだ。だがリヴァイ、見えるか、俺たちの仲間が。仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。まだ戦いは終わってないからだ。全ては俺の頭の中の子供じみた妄想に過ぎないのか。お前はよく戦った。おかげで俺たちはここまでたどり着くことができた。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。神兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。